えー、山下清志のんどの、<laughs> おはようございます。えっと、今日も、あのー、総科学会ネタをね、ちょっとまず話していこうと思います。えっと、その前に、あのー、えっと、お知らせなんですけど、あの、概要欄、えー、概要欄に、あのー、私、ハッシーの公式ラインをお載せてあります。で、ここに、 私の日本全国お話し会の日程が全て載っているのと、えー、あとあの、ベッド、えー、池川明さんとのコラボのお話し会が3月にありまして、この時ばかりは500人という大規模なあの募集をする関係上を、えー、ここだけの直接の、えー、だろう申し込み、えー、公式 LINE というのを、えー、載せてございますので、 どうか、あの、よろしくお願いします。ぜひご覧になってください。お願いします。<laughs> はい。えっと、今、あの、僕は、あの、総科学会ネタでね、たくさんのお話をしてますが、あの、実は、僕自身はもう、総価学会の活動は、33歳、4歳の時にも一切やってないんです。で、えっと、もう約20年経つわけなんですが、でも、あの、今僕こうして、 あの、お話し会をやっている関係上を、えー、現役の婦人部、それから現役の総年部、えー、それからこの2、3年の間に、総、え、科、ー、学会を退会した人、えー、活動をやめた人、もたくさん僕のところにあの集まってるんです。その関係で、あの、最新の総科、えー、学会の内情、えー、皆さんから聞いてございます。 で、そのことについて、あの、皆さんにまた報告していこうと思います。まず、一つ目。あの、日本全国にある総科学会系のお墓、もうやばい。どんどん廃墟になってるそうです。廃墟。今、あの、総科学会のお墓に、えー、お墓参りに行く。そういう人が今、どんどん減ってます。どんどん。で、これがね、一つのね、あの、えー、問題になってます。なぜて。 金が絡んでるからです。お金。あの、母園をね、管理してもらうのに管理費。それから自分の場所を、えー、確保するために、その確保した時のお金。これがね、な100万位とかなんです。で、あの、総科学会のい,いけないのは、あの、生前、まだ生きてるのに、その段階でみんなね、買ってるんですよ。自分の場所。わかります で、死んだらここに、その、お墓を作って入れてねっていう、その洗脳があ強いんですけど、これが、あの、もう継続できない。そんなことが今、どんどん起きてるようです。うん。で、えっ、ー、と、富士宮にも、その、創価学系創価学会系の、えぇ、ー、があるそうですが、昔はすごかったんだって、もう人がたくさんいて、15年前とか。今、閑散としてるって、閑散と。 で、これは地元のタクシーの運転手が、あの、よく駅からの送迎でね、よく、あの、母園まで連れてってたんだけど、もう、今と昔じゃ人の数が全く違うって言ってる。それから次ね、あの、介護介護もどんどん、うん、衰退してってる。特に、あの、あっちこっちに創価学会の会会いっぱい作ったでしょ。あっちこっち。うん。 で、今から20年前は、必ずえ、僕なんか一週間に一遍は、えー、会館に行ってた。あの、総加班ね、総加班。それから画帳会。ね、だから要は警備です、警備。そいうボランティアで行った。で、実際の本部幹部会とかさ、僕は文京区にいたから、区の、えー、区全体の会合とか、ね。そんなことで、必ず毎週行ってたんだけど、今、 あの、介護の数がどんどん減ってるの、どんどん。だから、もう、なんていうか、建物はあるのに、全く使われてない。そんな状態で、えっと、場所によっては、もう、あの、えっと、建てたのに壊してる。こんなことが、なんかどうやら起きてるみたい。あの、全部じゃないよ。そんなことがもう起きてて、あの、そういった話を、 僕のとこに教えてくれます。まあ、具体的なことはちょっとまだ言わないけどね。まあ、そういうことが起きてます。えー、それから、あの、今やっぱり SNS がどんどん発達してるから、やっぱり創価学会どうしたってどうもおかしいよと。ね。で、特に今創価学会にいる人っていうのは、学会2世か3世なんですよ。わかります要は、えっと、 昭和20年代が一番、20年代から30年代が一番総価学会の会員がバーンって増えたんですけど、あれは戦後です。貧乏人と、ね、病人しか総価学会に入会しなかったって言われるぐらい、本当にあの生活が困ってる、ね、それから体の調子が悪い、そういう人たちが、その、なんだろう、藁をもつすがる思いで宗教に入った。そんな感じなんです。 でその時に顕著に入ったのが創価学会です。ね。他にもね、霊友会とか、ね、幸福の科学とかそれからいろいろあるね GLA とかさ、うん、成長の家とかい、ね、ろ、まあ、んな宗教団体いっぱいあるんだけどあの天理教にしろ PL 教団にまあ、要はみんなそうやってどっかの宗教団体にどっかに属したんですよ。まあ 時代背景がそういう時代だったんだと思います。でももうあの宗教は必要ないっていうのはもうみんなの,あの認識にだん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 こう今の,あの若い人を中心にあのこう魂の方で何かおかしいって分かるようになったということなんです。だから正常に戻った。ただ当時は方便としてね、昔は方便としてそういうのが必要だったんだろうなって思います。だから あの昔の人を責めたりはしません。はいまあ、ということで今ねどんどん創価学会が実質,実質衰退していっているとそのスピードが今あのあのスピードが加速しているよということですで、えー、これはね多分ね学会本部にいる人はね絶対分かってるはず、ね、どんどん退会者が増えていってるってね彼らは絶対分かってる。 わかってるけども、彼らは、ね、創価学会から給料をもらってるの。わかる創価学会が潰れたら自分の職がなくなるの。わかりますね、政教新聞、それから公明党、ね、それから創価学会本部職員。いこういう人たちはね、ね、えー、創価学会の幹部になるんです、幹部。 そして、全国に偉そうなことを言って回るんです。最後、幹部指導とか言って昔よく偉そうに喋ってた。だけど、彼らは、それで給、給料をもらってた。給料。だから、生活保障されてた。だから、僕、昔から、その当時からあの、30歳ぐらいの時に言ってた。僕らは、仕事をして、仕事では、総価学会は、ね、 NG なんですよ。教えてあそう、創価学会の活動をやるから早退させてくれ。今日は残業なしで帰らせてくれ。こんなの NG だったの。だけど僕らは、ね、天秤にかけて創価学会を選んで学、学会活動、それから会合に優先的に行ったりしてた。それに対して、 幹部の連中は学会本部の職員で給料もらって偉そうなことを喋ってた。わかるだから、僕よく言ってたの、その時から。え、ね。もう7時に来るっていうのがどれだけ、ね、大変なのかわかるのかって。7もう、とにかく仕事を終えて3次元のことをやって、ね、創価学会の理解されない会社に勤めていて、でも、 何とか仕事を切り上げて会合に駆けつけてるんだから、よく来たねでしょと。それを、なんで時間通り来なかったらつってよく、叱られたの、僕、総価班とかが、画像会で、うん、幹部に。よく喧嘩したんだ。喧嘩というか、なんでそんなことを言うんだと。これでもい、ね、あの、一生懸命来たんだと。で、あくまでも総価学会はボランティアの精神でしょと。ね。 なのに、どうしてここでルール、ルール付けみたいにして、時間通り来なかったからって、咎めてくるんだっつって、よく幹部に僕、食ってかかったの。でも、やはり、今思うと当たってたんだうん。彼らの方が傲慢だったの。傲慢。うん。幹部の連中の方が、頭がいかれポンチンチだったんだよ。うん。もう感覚が麻痺してたっていうこと。うん。で、まあ、こんなことを言ってもね、喧嘩になったり、 あの、い、あ何だろうああの、波動は全然だだ下がりながらあんまり話したくないけど、ただ、事実としてそういうことがあったよということだけ伝えたいんです。で、えっ、ー、と、えー、ま、最後、結論なんだけど、とにかく、もうどんどん、えー、創価学会の建物もどんどんなくなっていく。それからだ、えっ、ー、と、顕著にひどいのが母園、墓縁。 ね、創価学会が作った母園が今どんどん人が来てない。廃墟になりそうだ。それを創価学会の内部の幹部は絶対知っているはず。現場にいるんだが。でもそういったことを会員に未だに伝えない。伝えないのは簡単。自分たちが創価学会からサラリーをもらっている以上、 それがなかったら自分たちが食っていけないからだよ。わかるだから、私利私欲なんだよ。わかるリタじゃないんだよ。リタの精神なんかないんだよ。自分のことしか頭にないから、彼らはみんな焦ってるんだよ。うん。これが真実。僕なんか、今回のお話会、ねえ、日本全国行ってるけど、僕はお金をサラリーなんてもらってないよ。ね、皆さん、 創価学会の幹部聞いとけ、本当に。僕は本当にボランティアでやってるんだよ、自分の意思だけで。うん。給料なんか1円ももらってない。それどころかリストラになったんだよ、リストラ。それでもやり続けてんだよ。ね、よく聞いとけ、幹部。本当に。ということで、えー、今回の、えー、お話終わります。イェイ